じゃあ出来上がった三等価のラーメンを盛り付けています。こんな感じですね。うまそうですね。このスープが良さげですよ。トロトロで。で、先ほど作ったこの炒め野菜を乗っけていきますね。こんな感じで。どどっと、モネちゃんが好きなキノコなんかも入って。こんな感じですね。そしてですね、チャーシューも。これはロース。そしてバラと組み合わせでいきます。で、かまぼこですね。ここは赤いのもあしらい。そして最後にですね、ネギをトンとこう乗っけて、はい、完成です。三等価のラーメンです。バッチリですね。はい、できました。こんな感じで三等価のラーメンですね。スープが美味しそうなんですよね。こんな感じで白白濁してる感じですかね。野菜もこの時期のね、椎茸なんか入れるので、モネちゃんが好きなキノコですねを入れたりしております。じゃあこれを食べていこうかなと思います。なんか胡椒なんかで後で味変したいなと思っておりますんで、じゃあ行ってみます。こんな感じですね。三等価のラーメン、まずはスープですね。いきます。おお、うまい。ああ、これ三等価のスープだ。うまい。ああ、うまい。これしみる。よく三等価のラーメンって飲んだ後に行ってたんですよ。結構夜中までやってるんで思い出します。味が一緒。いきます、麺を。うん、ツルツルシコシコですね。いきます。熱くてうまい。ああ、やっぱりね、炒め野菜にしてよかったですよ。シャキシャキ感があった方がね、絶対美味しい、茹でるより。うん、じゃあモネちゃんが好きなこのキノコと、あと春のタケノコと一緒に行ってみますね。ああ、いや、もう三等価ですよ。これは完全に。もう、一緒です、味。うん、やっぱスープ行きたいんだよな。この胡椒、黒胡椒、入れてみますよ。で、ピリッとさせます。ああ、胡椒のいい香りが。ああ、うまい。三等価って、エグザイルのメンバーとかも好きですよね。よく行ってたって言ってましたね。まあ、近いんですよね。あの、エグザイルの事務所とね。美味しい。ということで今日は、このクリア朝日で行ってみます。冷えてる。もう少し行きますか、三等価。ああ、美味しいな、これは。なんだろうな、こう。コクがめっちゃあるんですけど、優しいんですよ。はい、奥さん、そんな感じで、美味しいですよ、三等価は。今日は嫌な天気ですね。もうちょっと晴れてくれるのかなと思って。でも、ただ、今日までですよね、雨はね。下から晴れるっていう話なので、ちょっと期待していきましょう。ということで、ちょっと語ります。はい、どうも、こんにちは。これは、ちょっと朝女のやつをね、朝女ってのはなんかちょっと、まあちょっと、微妙な感じの噂話が多いんだけど、まあ、これを二つ、ちょっとやりますよ。まず一つ目です。ちょっと前のやつなんですけど、ちょっと並べてやっていきます。並べてっていうか、立て続けにやります。まず一つ目ね、佐藤健らが独立で上がった三浦春馬さんを巡る陰謀論の真相ってやつですよ。またま、ここで陰謀論の話が出てるんだけど、ちょっと薄いですよ、この話は。これはね、ちょっと前、数日前のやつですね。根拠不明の説がまたゾロゾロ出てきそうだと、出てきたようだと。世間を大いに驚かせた俳優のたけるくん、神木くんの独立発表、大手プロダクションのアミューズが、佐藤と神木、そしてロックバンドワンオークが独立することを発表したのが3月16日。いずれも31日で契約を満了し、4月から新たに設立した事務所再スタートを切ったと。アミューズ公式サイトによると、3組について、新時代に向かって新しいチャレンジをするため、2021年4月1日より弊社から独立活動していくことになりましたと報告。で、ワンオークについては海外での活動に重心を置くと。で、アミューズは今後もファンクラブの業務やグッズ、販売などでサポートを続ける。佐藤と神木くんについてはアミューズも資本参加する新会社コラボにおいて、
俳優としての活動だけではなく新たなチャレンジをしてさらなる飛躍を目指すと。しかしネット上では今回の発表について意外なところと絡めてコメントする人が続出している。いわくやはり思うことは春馬くんと、春馬くんにも柔軟な対応してほしかったと強く思うと、春馬くんも世界に羽ばたかせてあげてほしかった、実力は他の誰よりもあったのに、なんや完全な独立ではないのか、もしかして春馬が独立しようとしていたのを事務所が邪魔してきたという事実を隠すためですかなどと、なぜかアミューズが昨年亡くなった三浦春馬さんの独立を拒んでいたという声が上がっていると。まあなんかそんな噂ありましたよね。噂っていうか誰が言ってんのか。これはネットに出回ったフェイクニュースを信じてしまった人たちの声。三浦さんが亡くなったのは昨年の7月18日がアミューズからの当日の経緯や亡くなった原因に関する説明がなされたのは約1ヶ月後半の9月4日だったため、このタイムラグに対して真実を隠蔽していると一部では陰謀論が唱えられ、その中では独立を阻止されていたと、留学を中止させられたなどといった話が含まれていたため、それを信じたファンもいたようです。いずれも根拠がないものばかりで、また発表までに時間がかかったのも49日を終えるまでとまで待ったのと、様々な情報や事実関係を整理していたためと言われていますと。未だにアミューズ関連のニュースが出るたびに三浦さんと絡めて根拠のない批判的なコメントが目立ちますが、今回もその類でしょうと。ファンにとって三浦さんを思うあまりの発言なのかもしれないが、根拠のない憶測による発言を三浦さんも喜ぶはずがないと思うのだがって、またそれ系の話なんですけど、これどうなんですかね。僕全然最近見てないんですよ、その三浦春馬くん絡みのことを言ってるネット関連の人っていうのは。まあ一時期すごいいたじゃないですか、数ヶ月前にめっちゃいて、僕も普通にこうあのネットニュース見てるだけでも結構その系は多かったんですけど、最近は落ち着いたんですかね、どうなんですかね。ただなんかネタ的にはね、やっぱりほらタケルくんとかがね独立するとそれに絡めてその春馬くんのことも言われんだろうなっていう気はもちろんするわけですよ。タケルくんはうまくいって、春馬くんはそうじゃなかったみたいな感じでね、言われるのかななんて思って、言われてんのかなとちょっと思ったりするんですけど、どうなんですかね。もう全く僕最近全然そこら辺の見てないんですよ。まだネットでそういうこと言ってる人いるんですかね、陰謀論とかね。よく言われるのはそのタケルくん、その春馬くんはアミューズの人でしょ、でアミューズなのにまだ何も 言わないとか触れないっていうのが多いじゃないですか。でも神木くんとかワンオクタカとか、あとまあタケルくんに関してもアミューズ辞めたんですから、まあ、そこは免除されますよ、これからね。あのアミューズなのになんか何も言わない触れないとかっていう話はもうなくなりますよね。だってもうアミューズ辞めたんですからね。まだね、まだ根強くね、その春馬くんのことをタケルくんが何も言わないとかいう人がいるのであれば、もうアミューズっていう呪縛からもう逃れたわけだから、もう責任もないわけですから、言う責任もね、そうなっちゃうと。まあそこはまず言わない、もうそこは、ね、タケル君を責める、あの理由が一個なくなったって話ですよね。あとこのなんだろうな、この独立を阻止されていって、どういう意味なんですかね、これは、春馬君。陰謀論でね、独立を阻止されていたから、それを悩んで、自死を選んだってことなんですか。それとも、陰謀論でなんかよくあるじゃないですか、殺されたみたいな。独立を画策したせいで殺されたってことを言ってるの、ちょっとそこら辺よくわからないですけど、それがね、もしまことしやかにささやかれているんであれば、だって今回のだってすんなり独立できてるじゃないですか。まあわかんないですよ。水面下ではいろいろあったのかもしれないですけど、まあ実際タケル君だったり神木君だったりワンオクだったりアミューズからしてみれば、もうものすごく重要な人じゃないですか。めちゃくちゃ重要な人だけど、でもちゃんとアミューズも心よく独立をさせてあげてるわけだから、なんかどうも考えづらいですよね。春馬くんにあの独立を阻止したっていうのは、この流れを見ると。ちゃんと話し合って独立をするっていうので、いうような気持ちでやる、挑むんであれば、アミューズはアミューズでちゃんと考える事務所だなってことが、これで分かっちゃった部分があるので、ちょっとなんかその話にはちょっと無理筋があるんかなってちょっと思ったりはしています。だからこれで朝ちゃんが言ってるように、
まあとにかく根拠のないニュースだったんだなっていう、それを今まで言ってきた人っていうんですかね、フェイクニュースとして広めてきた、なまあネット上でね、いろんなことを言ってた人たちがいるわけじゃないですか。まあ根拠のないことをこうやっていっぱい今まで言ってきたんだなってことが、これで明るみになったんじゃないのかなと思いますよね。で僕は思います。な感じです。ではでは。